ハタボーチャンネル。こんにちは。今日は7月の28日です。今日と明日は夏休みなので、ちょっと遠出をしてこようかなと思います。せっかくなんで動画も回していきたいと思います。夏休み2日目。はい、今日はどこに行くんでしょう。どこですか。大宮氷川神社です。はい、今日は大宮の氷川神社に行ってきたいと思います。確か2年ぐらい前に一度行こうと思ってチャレンジしたんですが、8月の初めぐらいの大きいお祭りの日にたまたま知らないでかぶってしまって、すごい混んでて入れなかったということがあったので、今日リベンジに行ってみたいと思います。はい、着くまでの時間をちょっと利用して、ちょっと自己紹介的なことをしてみたいと思います。なんで動画を撮っているかということなんですけれども、本来は私はこれをやる予定ではなかったんですが、ちょっと諸事情があって、自分で撮っています。ただ自分で撮ってはいるんですけど、さすがに編集までするのが大変なので、編集をしてくれる人、お手伝いしてくれる人が一緒にいます。お名前は五郎です。はい、五郎さんがお手伝いをしてくれるので、これからも撮影のお手伝いをできる時にはやってもらおうかなと思っています。はい、というわけで、8月の4日にある、真夏のデザインフェスタで、商品の方を初めてお披露目させていただこうと思っています。長い間、作りたいとは思っていたんですが、自分自身にちょっと時間の余裕がなくてということができなかったんですが、やっと時間に余裕ができて作れるようになったので、いっぱい作って持っていきたいと思っています。ぜひ見に来てください。この綿あめぬいぐるみだけではなくて、こちらのキャップとか、あとオリジナルの T シャツ、ステッカー、ノート、あとビーズのアクセサリーもあります。でビーズのアクセサリーに関してはかなりお安く、お子様でも買えるような金額で、出店しようと思っておりますので、ぜひご覧になっていただければと思っています。
初めての動画いかがだったでしょうか。ど素人がかなり、何もわからない状態で作っているので、見づらいところもあったかもしれないんですけれども、これからいろいろ頑張ってやっていこうと思いますので、ぜひまたご覧ください。よかったらチャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。またねー。こんにちは、わたあめです。これからいろんな場所にお出かけをして、いろんなところで移り込んでいきたいと思っています。今後もどうぞよろしくお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。